皆さんこんにちは。今回は効率よく強くなる方法2023年版ということで、このように何をどんな順番でやるかわからないっていう始めたての人のために、俺なりに考えたルートを紹介していこうかと思います。まあいろいろ賛否両論ある部分あるかもしんないんですけど、まあ、正直いずれ全部やるから、まあ、順番とか、まあ、途中からどうでもいいと思うんですよね。まあ大体そんな感じだよっていうのが伝わればいいかと思います。で、まず最初にやるべきことは、ギルドに入ることです。ギルドに入ると、こういう無料で常に勝手に発動されているスキルがあるんで、ギルドスキルっていうんですけど、これが無課金だろうが、微課金だろうが、重課金だろうが、マジで必要になってくるんで、入っておきましょう。まあソロでやりたいっていう人でも、ソロでギルド立てられるんで、まあそれで自分でギルド育ててやっていくのもいいと思います。次にストーリーを進めましょう。メニュークエスト、受注クエストってあると、まあ、ここら辺になんか水色のクエストがあるんで、これ押すと何をすべきかが分かるんで、ストーリーを進行することができます。あとは右上のマップで、まあ、どっかになんか黄色いターゲットマークとか出てくるんで、そこに進めばクエストが進みます。ストーリーを進めるメリットは、まあ、こういう風に報酬にアルカナジェムがあるんですよね。オーダーを引くためのまあ、課金石みたいなものが、だからどんどん進めてってオーダーを引いた方がいいっていうのがあるし、あとはやっぱり上の階層に行かないとできないことが多いんで、進めていった方がいいです。でストーリーで行き詰まったら武具を新調しましょう。まあ、各階層にこの武具店っていうのがあるんで、この武具店に話しかけて、まあ、一番強い武器を装備できるようにしましょう。まあ、装備可能レベルっていうのがあるんで、まあ、レベル上げてって感じで。それでも行き詰まったら武具やスキルレコードを進化強化しましょう。メニューアイテム強化交換で、これ武具強化とかスキルレコード強化とかあるんで、これで強化していく感じです。まあ素材が足りなかったら、こういうたまに開催されているリズベットと武具育成とか、まあこういうデイリーダンジョンとかで素材集めて強化していきましょう。でそうやってストーリー進めていって48層まで行ったら、このリズベット武具店にいるリズベットに話しかけて、最初この武具錬成についての知識っていうクエストが受けられるんで、これを受けて修練のインゴットっていうのをもらいます。これは会話するだけでもらえるんで、もらっておきましょう。でこれを使うと熟練度レベルが20になるまでもらえる熟練が50上がるっていうすごい効果なんで、あの防具につけとけばどの武器でも適用なんで、防具につけておきましょう。で50層より上は敵が強くなってくるので、できるところまで進めましょう。できれば50層まではクリアしておきたいですね。理由は47の2と50の2が一番レベリング効率がいいからです。まあ一番っていうわけではないけど、ほとんどの人が47層と50層でレベリングします。で50層まで行ったら、この50層のアルゲードっていうところに行きます。でここの無限のラフコフ常設イベントなんですけど、これが受けられる驚きを隠せないプレイヤーに話しかけて、これも48層のリズベット武具店と同様にクエストが受けられて、これ会話するだけで指輪がもらえます。でメニューステータスプレイヤー装備って言って、ここの左の指輪っていうとこを押すと、まあ、何かしら何でもいいので指輪適当につけて、で指輪つけるとここにスキルレコードを装備できるんで、まあ、この緑の丸ポチがあるスキルがつけられるんですけど、この緑の効果だけ使えるんで指輪をもらっておきましょう。で指輪ってレベル1、2、3ってあるんですけど、レベル2とかレベル3まで行くと始めたての人は作るの大変なんで、この時点ではやらなくてもいいです。でストーリー61層まで進めたら、階層武具で一番強いのが61層のものなので、ここで武具を購入しておきます。一番強いのはこのセンチュリオンシリーズですね。これを買っておきます。でまあこういうセンチュリオンシリーズとか、まあ、階層武具ですね、生産するときにこれランダムボーナスっていうのがつくんですよ。こういう感じで、でこのボーナス分装備したときにステータスが上がるんですけど、これいいボーナスが来るまで何回も生産するっていうのを厳選っていうんですけど、これはめちゃくちゃコル使うし、もう階層武具ごときで厳選してもステータスそんな変わらないんで、もう購入でいいと思います。で前に動画で話したんですけど、61層武器は初期インテグラル武器より基本性能が上なんですよ。で防具は今の環境だとこのカオス135っていうやつが
このカオス討滅戦というやつを周回することで作ることができるんですけど、これもうパーティーでできるようになったんで階層防具の厳選しなくていいです。でまあこの盾だけはね後で厳選するといいと思います。でまあ階層武具はこの釣りでたまに釣れるこのボロい素材を使って生産できるこのロストエピックシリーズっていうのを、この武具継承っていうのをやることでこのボーナスを引き継ぐことができるんですよ、最大値で。それだけはやっておくといいと思います。あとはまあ強化進化ですね。でまあ厳選しない分インゴットをつけておくといいと思います。これアタック1036から1240って書いてあるじゃないですか。でここの錬成可能っていうところをして適当に、まあ、インゴット入れると1056から1260って変わったと思うんですよ。これ武器につけると攻撃力が上がるんで、まあ、防具につけると防御力が上がるんですけど、もうこれで十分なんで厳選しなくても。それをやっておきましょう。で次は熟練度レベルをすべて25以上にしましょう。なんで25以上にするかっていうと、この武器の知識っていうやつが熟練度レベル25以上で習得できるようになるからです。で攻撃力 5% って書いてあるんですけど、盾以外の7つ分で上げると攻撃力が 35% 上がります。その 35% っていう数値はこの攻撃力がめっちゃ上がって強いって言われてるこの歴戦の剣技ってやつ、これが 34% なんですけど、これより高いです。だから実質この歴戦をもう1枚追加しているようなものなので強いんでやっておきましょう。熟練やる場合、この87層ストーリークリアすると手に入るリュールが、これ全体攻撃なんですけど、片手コンって全体攻撃スキル少ないんで、まあ、やるならできれば87層までクリアするのが理想ですね。次に片手直剣のモッドスキルを持っていたら、その3枠目まで解放してください。モッドスキルにこの青い字で追加効果って書かれたやつを装着できるんですけど、常設イベントで手に入るこれがめちゃくちゃ強いんで3枠まで開けます。で8層ストーリークリアで手に入るこのマン・オブ・ザ・デイは3枠まで開けなくていいです。オーダーで当たるようなこういう直剣モッドを持っていたら解放しましょう。モッド解放は75層がおすすめです。まあだいたいこの右上のリス1匹とオオカミ2匹勝ったらパーティー解散してダンジョンから弾かれて、でまたクイックパーティー組んで中入って倒して解散してっていうのを繰り返すのが一番いいと思います。まあ、40層でもできなくはないんですけど、やっぱドロップ率考えると少し倒すの遅くてもいいから75層でやるのがいいと思います。で次にさっき言った武器の知識を完成させます。盾以外の武器7つ分やります。で片手直剣のモッドスキルを持ってる場合はこの盾の知識もやっておくといいですね。でまあこういう熟練度スキル解放するために極意のハリビン中とか小とか集めてどんどん解放してって、で最終的にこの極意のハリビン台っていうのが必要になるんですけど、まあ瓶集めは、まあ、理想としてはこういう掲示板でやるのがいいんですけど、まあ時間かかってもいいから、まあ迷宮区できれば25層以上の迷宮区周回とか、まあこういう釣りとかイベントとか、まあそういうので集めてっても全然いいです。まあ、次に説明するこのルクスインテグラル武器を作りながら、まあ、瓶集めしてっても全然いいんじゃないかなって思います。でまあ片手直剣のモッドスキルを使う場合は、まあ、こういう剣の極意とかこのスイッチチャージも上げておくといいですね。まあ、片手直剣以外でもその自分が使う武器のその武器特有のこういう強い熟練度スキルは開けておいた方がいいと思います。次にルクスインテグラル武器を作ります。初期インテグラル武器やノクスインテグラル武器は作っても大して与えるダメージ変わんないんで飛ばします。まあ、40層47層50層どこでもいいんですけど、まあ、大体直剣モッド持ってる人がいいから40層がいいと思います。まあ、強い人にキャリーしてもらえるんだったら、まあ、50層の方が、まあ、指輪素材とか手に入るんでいいと思うんですけど、まあ、基本的に40層が一番いいんじゃないでしょうか。でまあそのルクスインテグラル武器の生産に必要な武装石っていうアイテムが超希少ドロップで、でも今新規勢向けにドロップ率緩和されてるんで掲示板ではなく迷宮区できれば奥地に行きましょう。掲示板は緩和されてないので、
で、まあ、あとルクスイシはこういう武功の勲章と交換っていうのができるん でこの武功の勲章イベントを周回してるとスコア報酬とかでもらえたりするんで、こういうのを集めて、まあ、交換できるんで、まあ、そういうので進めてってもいいと思います。で次にカオス135を作ります。今カオス135パーティーで組めるんで頑張って作りましょう。でその次は熟練度レベルをオール40以上にしましょう。40にすると剣技熟達っていう熟練度スキルが習得できるようになるんで、まあ、武器の知識もその頃には終わってると思うんで熟練上げていくんですけど、熟練はさっき言ったこの47の2と50の2でレベリングしながらやるのがおすすめです。まあ理由はカオス135のインゴット錬成枠を3枠まで解放するために階層フィールドに10分おきに現れるラグラビットっていうウサギのモンスターを狩る必要があるんで、しかもレベル上げつつコルも稼げるっていう点でやっぱ階層フィールドのレベリングが俺は一番いいと思います。でまあこういう熟達も上げてって、で次にあるロッソとかヤシャ集会っていうのをしているうちに瓶も手に入るんで、まあ、集会と並行して少しずつでも、まあ、こういう熟達を上げられるようにしておきましょう。それが終わったらロッソインテグラル武器を生産します。61層74層81層のどれか回って作ります。まあ片手直剣のモッドスキルあんだったら74層のグリームアイズとか、まあ61層は属性耐性が74層のグリームアイズと同じくらいなんで、まあ61層で、まあ、風以外のモッド持っててやるのもいいかもしれない。まあもしダメージ出なかったら、まあ74層とかできればダメージ出る方やっていくのがいいと思います。あとはまあ状態以上のスキル揃ってたら、まあ81層っていう点もありますね。でももしその85層迷宮区周回できるだけのスキルが揃ってたらこのロッソは飛ばしていいです。まあ突飛の装備あったり、まあタンクできるとかそういうんだったら、まあ、カオス135でもタンクできるんで、まあ回っちゃっていいと思います、できる人は。でここからはそのこれからやるヤシャインテグラル周回とかカオス155とかそのコルがかかってくるんで、コルインゴット周回っていうのをやる必要があると思います。35層のダンジョンでやるんですけど、迷宮区じゃなくてダンジョンっていうのに注意ですね。この35の2のここですね、ここで整数上昇分のコルインゴットを作っていきます。まあ、これ貫突やるまでマジで大変なんで、まあ、俺もまだ64凸だし、まあ、できるところまでやるといいと思います。でコルインゴがある程度の凸数になったら、まあコルがある程度集まるようになると思うんで、そしたらこのセンチュリオンシールド61層盾を厳選していきます。でまあロッソ終わったら、まあ、ここら辺でこのオーバーチャージっていう熟練度スキルを解放していきます。極意の針瓶50個だったかな、それで解放できるんで、まあ、全武器で解放するのがいいと思います。まあ、もし大変なら自分が使う武器のオーバーチャージとその裏セットで使う武器のオーバーチャージだけでも解放しておくのがおすすめです。でまあその後スキル揃ってたらこのヤシャインテグラル武器まで作って、で作ったらまた階層フィールドでレベリングしながらウサギ狩りですね、まあ、ウサギ狩りしてこのインゴット錬成枠を解放していきます。まあ、この2枠目と3枠目は特にレアなウサギ、リボンウサギとか王冠ウサギからないと解放できないんで、まあ、結構大変なんですけど、まあ、やるしかないんでやります。でその武具錬成にもコルがアホほどかかるんで、この3枠目開けるのに2000万コルもかかるんで、もう本当にコルインゴットが超重要です。でまあロッソやヤシャやってるうちにこの指輪3を作るために必要な干渉石ジョーってやつの素材アイテム、この背びれとかグリームアイズの角とか、まあ、そういうのが集まっていくんで、指輪のレベル3も作れる時に作っておきましょう。なんか待ち時間とかに、なんか空き時間あれば。ただこの指輪3って厳選しだすと本当に果てしないんで、もうある程度妥協でいいと思います。本格的に厳選するのはまだ先でいいと思います。でまあこの指輪素材速攻で倒せるならこのスカルリーパーでも全然ありですね。パーティーで組んでこの指輪素材集めたり瓶集めも同時にできるんでおすすめです。
で、まあ野者まで作れたら熟練度スキルのこの極意とか熟達とかオーバーチャージとか終わってないやつを全部カンストさせます。で次にスキル揃ってるんならガオーインテグラル武器作っていいと思います。ガオーは、まあ、31層ですね。大体もう79からはちょっときついんで、まあ、31層ですね。やるとしたら、まあ、スキル揃ってるならやる感じで、まあ、タンクとか火力とかなかったら次のカオス155を作ります。まあ、ガオーを作った後でもいいんですけど、まあ、作る前でもいいんですけど、まあ、ここからは順番とかは別にどっちでもいいんですけど、まあ、カオス155は属性耐性がないんで、まあ、ある程度スキル揃ってればなんとかなる領域だと思います。カオス魔人だったら、まあ、直剣モッドがいいと思いますね。その残属性闇属性が弱点なんで、まあ、特に闇属性持ってるならそれがいいし、まあ、そうでなくても回れると思います。で、まあ、カオスワンガイドでも非属性の直剣モッドでできるっていう人もいるし、まあ、弱点が打属性非属性なんで、まあ、非属性持ってるならそれだし、まあ、片手コンでも今なら、まあ、頑張れば強いしいいと思いますね。カオスセントールはちょっとやばいんで、まあ、やらない方がいいのかなってちょっと思います。で、まあ、もしガオをやる前にその155やってるっていう人は、まあ、その後ガオ周回ってなると思うんですけど、まあ、スキル揃ってなかったら、まあ、他のことやったり、まあ、スキルなくても正直サブタンク上手い人だったら全然サブタンク行ってもいいと思うし、あのそういうのスキルなくても参加していいよっていう人がいたら、まあ、混ざる感じで、まあ、そういう優しいギルドとかにね入れたら、まあ、そういうの全然一緒にやろうって言ってくれるし、まあ、ノラでも全然サブタンク筋力増強のパーティーバフなくても、まあ、みんな文句言わないと思うんで、でもしタンクできる人はその状態上耐性スキルのこの耐性値を上げたいんで、その限界突破のためのメモリア小石が必要になってくるんで、タンクできる人はですねメモリア小石を集めましょう。まあ、ダンジョン迷宮区のスコア報酬回収が効率いいんですけど、まあ、特にイベントのスコア報酬回収はやっぱ期間が決まってるんで、まあ、先に取っておくのがいいのかなって思います。まあ、効率でいうとダンジョン迷宮区のスコアですね。で、まあ、それら終わったらこのカオス175っていうのを作った方がいいんですけど、まあ、これはスキル揃ってないときついんで、まあ、ここからは何からやった方がいいとか関係なしでもできるやつからやっていくのがいいのかなって思います。何からやっても。で、まあ、新しいインテグラルとか冥黒防具出たら、まあ、それを優先してやった方がいいですね。まあ、この動画撮ってる時点だとこの盾は、まあ、ちょっとまだ弱いんですけど、もし防御力高くなる盾のインテとか新しいシリーズ来たら進化が出たら、まあ、やるのがいいのかなって思います。でそれら終わったら、まあ、熟練度レベルを全カンストしないとこの熟練度スキルを全て習得できないんで、まあ、やっていった方がいいし、この熟練度スキルを習得するための瓶集めもやった方がいいんですけど、まあ、これめちゃくちゃ大変なんで、まあ、みんなその瓶集めするために掲示板であのフロアボスワンパンで倒したりするんですよ、覚醒しないで。だからそのワンパンで掲示板のワンアイド20層フロアボスとか倒すために、まあ、なんかいいスキルレコード集めたりとか、まあ、ガチャ引いて、あとはやっぱステータス高めていったりみたいな、まあ、そういうのをやっていくのことになるのかなって思います。あとやっぱ片手直剣の熟練度スキル、この一番最後のやつ、まあ、習得条件の一つが熟練度レベル95になってるんですけど、これは全武器でやっぱこれソードスキルの威力プラスするやつなんで、まあ、これも解放したいし、もし探検で強いスキル揃ってる場合はこの探検の熟練度スキル、熟練度レベル95以上で習得できるやつがあるんで、まあ、これ強いんで、まあ、習得したいですし、まあ、相当きついですけど、で、まあ、片手コンでバッファーとかタンクやるんだったら、まあ、こういうハイディフェンスとかコブ激励とか、まあ、そういうのも必要になるんでやった方がいいし、まあ、片手コンとか使うんだったらこの盾装備時に打属性の弱点ダメ 10% 上がるやつあるんで、この盾のレベル75以上にしてこれ習得するといいと思いますし、本当やることいっぱいあるんですよね。でダンジョン周回とかフィールド狩りやる機会あったら、こういう平凡なインゴット、有料なインゴット、希少なインゴット、まあ、どんどん並行して合成していくっていうのがいいと思います。で、まあ、あとはギルラン用にこういうクリティカルダメージ上昇のダンジョンインゴットをやったりとか、そういうのをやっていくんですけど、もうよほど
いろんなこと終わってないと、まあ、やらないような感じですね、ここら辺からは。あとは、まあ、無課金の範囲だったらここに書いてあるようなのをやっていって、で、まあ、課金できる人は、まあ、こういうようなことをやっていく感じだと思うんですけど、まあ、どこまで課金できるかっていうのは人によって違うと思うんで、まあ、できるところまでやる感じですね、ここら辺からは。以上で効率よく強くなる方法の動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。